伊勢国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ、東海道に属する。語源は、色瀬であり、出雲の文化としての機能から発達したという説がある。また、海に近いことから、磯が転じたとする説もある。表記例としては、伊予国も見られる。日本初期などの大和姫の地伝説では、美しごくと称された。 伊勢国風土記一文によると、神武統制の際に派遣された、天日別名が、国津神の伊勢津美子を追放して、伊勢平定を復名し、これを喜んだ、神武天皇が神の名、伊勢にちなんで命名したとされる。大和政権の勢力がこの地域にまで及んだことを、神格化したものと考える説があるが、伊勢津美子公への国造一族の動向から、弥生時代後期に、 神武天皇の勢力に追われて東国へ逃れた神、狭い命の,の史実がその実態と見る向きもある。なお、天日別名は、伊勢国像になったとされる。七世紀の高徳天皇の時代に、島津国像、伊賀国像、佐奈県づくり、ドアウ県づくり、川又県づくり、一シリング県づくり、飯高県づくり、あの県づくりの領域も含んだ、 伊勢国像の領域を中心に成立した。天武天皇9年7月に伊賀国を分置した。8世紀初めまでに島国を分立したが、その正確な時期は不明である。分立当初、熊野灘に面した沿岸部、現在の南伊勢町にあたる地域は、島国に属していたが、後に守護の北畑氏により伊勢国に移された。長者屋敷遺跡。 和名省によれば、伊勢国府は鈴鹿軍に所在した。奈良時代中頃の国府は、長者屋敷遺跡とされ、同地は、伊勢国府跡として、国の史跡に指定されている。発掘調査では成長及び、漢画の遺構が発見されているが、国府としての整備は、未完成のまま機能を終えたと見られる。初期国府、後期国府に関しては、 鈴鹿市国府町付近にある可能性が非常に高いと、される。同地では、三宅神社遺跡、天皇三世遺跡などで、関連遺構が見つかっているが、中心施設は未だ検出されていない。伊勢国分寺跡なお国分寺跡、国分はマデラ跡そばでは、白鳳寺院の遺構である、南浦廃寺跡や、川の群が跡の立地が知られる。演技式内車奏者、市の宮いかなお、 つばき神社に関しても、大日本国一宮記をもとに一宮とする説が、知られる。しかしこれは、つばき大神社に関して、つばき偶を、神宮と読まれないように、つばき偶、つばき神社と記されたのが、つばき神社との混同を招いたことによるとされる。伊勢守伊勢助室町時代伊勢国史、室町幕府成立後も、南朝の重臣、北畠近房の子孫が、 伊勢国史となって、南伊勢に勢力を誇り、北、伊勢を治める、幕府守護と対立した。五代国史、北畠境具の第二幕府と和睦し、伊勢守護も兼ねるようになった。江戸時代以前に江戸時代鎌倉幕府室町幕府、島国守護も兼任。ありがとうございます。